日々思うことを語る今日の一言今日は新国立劇場オペラリヒャルト・シュトラウスの「サロメ」を拝見拝聴に行ってきました約1時間40分というオペラとしてはそんなに長くはない一幕ものなんですけれどもサロメというとやはり有名なあのダンスシーン「七つのベールの踊り」そしてその後の「 ヨハナアンの首を持って、えー、それに口づけをするというその最後のシーンそんなところが有名なんですけれども今日改めてオペラを拝聴して、まあ、そこに至るドラマサロメのヨハナアンに対する口説きのシーンなどで、えー、その動き心の動きなどがよく見えてくる。えー とても配置をできたのが面白かったなと思う一方でそれに続く一番の見せ場の一つであるダンスシーンは、えー、ちょっとまあ残念ながらそのやっぱりオペラ歌手の方はオペラ歌がお得意で、えー、踊りというのはどうしてもそれほどそのダンサーほどは踊れるはずもないと、えー、いうところで。 そこのダンスシーンを見せるというところの難しさ。そんなことも思いながら、えー、今日も素晴らしいオペラを拝聴してきました。では、また。